ばんは、ジュリーです。今日も YouTube をご覧になってくださってありがとうございます。この動画を見るとあなたも必ずモテるようになりますので、今日の内容も楽しみにしていてください。はい。女性が気になる男性ができた時って、もうね、隠しても隠しきれない行動をしてしまうんですよね。で、そのサインをしっかりあなたが気づいてあげないと、チャンスっていうのを逃しちゃうことになるんですよ。ということでね、そのチャンスを逃さないように、女性が気になる男性にしちゃう行動を5選という話を今日はさせていただきたいと思います。この動画がいいなって思っていただいたら、チャンネル登録と高評価の方もお願いします。概要欄から LINE の友達を募集してます。こちらお友達になっていただいた方には、3つのモテる動画を無料でプレゼントさせていただいてますので、ぜひぜひお友達になってください。はい。では、女性が気になる男性にしちゃう行動5選。まず1つ目。1つ目はですね、彼女がいるかを聞くです。何々さんって彼女いらっしゃいますか？みたいな感じで聞く。これはですね、やっぱ自分にもチャンスがあるかどうかっていうのをしっかり確認したいわけですよね。で、あなたのことが気になるし、自分が彼女になりたいから聞くんですよ。で、彼女の有無を聞かれた時は、あなたとその先を考えたいですっていう証拠になりますので、彼女いらっしゃいますか？とか、ご結婚されてるんですか？っていうふうに聞かれたら、ポジティブに捉えてください。あ、僕、候補なんだ。脈、あるの、意識してんの、僕のこと。みたいな感じで思っていただけるといいかなと思います。はい。そして二つ目、私通信です。俺通信はダメだよっていうお話をね、結構私はさせていただいてるんですけれども、私通信。女性が今日何々食べたんだとか、今日どこどこ行ったんだとか、そういう自分の情報を勝手に送りつけてくるっていうことは、私のこと知って、私こんなことが好きなの、私こんな場所に行くの、こんなもの食べているの知ってっていう証拠なんですね。なので、私通信をしてきた場合、私の情報を聞いてもないのに言われた場合、これはあなたに私を知ってほしい、ね、意識してますよっていう証拠なので、ぜひ気に留めていただければなと思います。はい。そして三つ目、デートに誘ってくるです。で、これ、勘違いする人がいるので、ちょっとここだけ気をつけていただきたいのが、また行きましょうとか、あなたがどこ行きたいね、そうだね、とか、その流れで言われるではなくて、女性の方から、今度、いついつ空いてますかとか、そういう誘われ方、いついつ空いてますか、ご一緒できたら嬉しいですっていう誘われ方、で、行こう行こうみたいな感じなのは、誘われたうちに入らないですね。それは誘われたって思う人いるんですけど、そうではなくて、ちゃんと女性の方から今度、何々さんとどこどこ行きたいんですけど、いついつ空いてますかみたいな感じで誘ってくる。これはもうかなり意識してるし、あなたの時間をめちゃくちゃ取りたい、ね、一緒にいたいっていう証拠になりますので、デートに誘われたらもう完全に脈ありです。なのでね、ぜひ意識してください。で、逆にね、誘われてるのに社交辞令なのかなって思っちゃう人いるので、もったいないです。それはね、女性が勇気を振り絞って、あなたと一緒にご飯を食べたい、一緒にいたいっていうことを伝えてるので、結構へこむんですよね、女性も。いついつ空いてるって言われて、あ、無理なんだよねって言われちゃったりすると、あ、脈ないのかな、もう誘わない方がいいのかなって思っちゃう。なので、もし空いてる日が合わなかったら、リスケ、違う、自分が空いてる日を伝えてあげるとか、しないと女性がめちゃくちゃへこたれちゃいます。なので、そこはね、しっかりキャッチしてあげるようにするといいかなと思います。はい。そして4つ目。電話をかけてくる。結構女性は好きでもない男性とは電話で話したくないんですよ。そこで電話をかけてくるっていうのは結構脈あり。ただ、これも気をつけてほしいのが、電話をかけてくるときに、超酔っ払ってて、なんかもうわけわかんないときとかじゃなくてね。そうではなくて、ちょっともじもじしながらかけてくる感じ。で、電話してもいいですかとか、なんかその、もじもじ感が伝わるかどうかっていうのが大事なんですよ。普通に、あ、元気みたいな。あ、何してるかなと思って、みたいな、こういう感じは、ちょっと脈ありではないんだけど、何してるかなって思って、
って電話しちゃいましたみたいな、声聞きたいなと思って電話しちゃいましたみたいなのは、すごくね、勇気を振り絞って電話をしているっていうことになるので、電話をかけてくるっていうのもすごく大きなサインの一つで思っていただければなと思います。はい、そして5つ目、いつも褒めてくるです。いつも褒めるです。やっぱり多くの女性が男性を褒めると好印象かなっていうのを分かってるんですね。でも自分が好かれたくない男性には別に褒めなくてもいいかなみたいな、もちろん褒めたいなって思えば褒めるけど、わざわざ毎回いつも褒める材料を見つけて褒めなくてもいいかなって思う。でも好きな人、気になる男性にはたくさん褒めて、そして相手をいい気分にさせてあげたいなっていう風に思うんですね。いいとこたくさん見つけたい、たくさん伝えたいって思うんですよ。だからいつも褒めてくる女性はあなたのことが好きっていうね、脈ありの可能性大なので、しっかりキャッチしてあげる。でどうせこれみんなに言ってんだろうとか思っちゃったらもったいないので、そこはしっかりキャッチしてあげるといいかなと思います。はい、ではですね、おさらいしますね。女性が気になる男性にしてしまう行動5選。まず1つ目、彼女がいるかどうかっていうのを聞いてくる。そして2つ目、私通信をしてくる。3つ目、デートに誘ってくる。誘い方気にしてね。はい、そして4つ目、電話をかけてくれる。もじもじ感を気にしてね。そして5つ目、いつも褒めてくれる。いつもっていうのが大事です。ここしっかり受け止められるようにしてみてくださいね。はい、ではおしゃべりコーナー行きたいと思います。皆さん、動物は好きですか？私もめちゃくちゃ動物大好きで、特にワンちゃんが大好きなんですけど、すごい好かれるんですよ、動物好きだから。動物ってわかるんですよね、自分のこと好きかどうか。ね、なんか好きだよとか、好きな動物、ね、猫だよとか犬だよとか、そういうのね、ぜひアウトプットしていただければ嬉しいです。もうこれもね、本当にアウトプットの練習になりますので、書いてください。はい。ではですね、概要欄から LINE のお友達とメッセンジャーのお友達、そして無料のオンラインサロン、クラブハウスのお友達を募集してます。で、私がたまにあるゲリラライブのご案内だったり、YouTube では言えない極秘のレア情報だったりとかを伝えさせていただいてますので、よかったらお友達になってくれたら嬉しいです。はい。では、お疲れ様でした。ゆっくり休んでくださいね。また明日。